から1週間後でちょっと撮っていこうと思います。今日はね、あのライフローレンのフィッチング日です。これはルーっていう可愛い、めっちゃブランドの先輩のジャケットです。で、こちらの中にちょっと寒いからユニクロのカーディガン入れて、でも見えないから寝坊したからこそ服を選ぶ時間もそんななかったんですけどの割には、でも、まあ、割にはいいですか、すごく綺麗です。トップスは普通の黒トップス T、 ナエのカーディガン、これめっちゃ良くてずっと腰に巻くようで使ってます、うん、あとベルトはザラ、パンツはブラックアップディオリックで購入しました。あと昨日新しく購入したナイキのこれ なんて言うんだろう、なんかもっと黒白買おうかな迷ったんですけど、みんな黒白持ってるなと思ってて、うん、かわいい。これバッグはユースです。韓国のブランドのユースっていうブランドのバッグ、こういう感じで、今日はちょっとメンズライクかな、メンズライクだけどクラシックなジャケットを合わせたコーデです。月曜日、今日も頑張ります。頑張ります。合わせて固定しました。あとバッグは韓国のブランドのユースです。かわいい。あとメガネはのちのオプティカルっていう日本のブランドなんですけど、これが日当たりになるとちょっとティントみたいになってサングラスになるようなメガネです。動きやすく合わせてみました。明日からあの出張なんで、また出張力、空港力ちょっと撮ってみようと思います。はーい、にゃあ、まだまだ空気が韓国や。韓国着きました。これからはホテル行ってサウンズ行きます。一泊二日なんでスーツケースがいいかなと思って軽く来ました。多分行ってなんか買うんじゃないかな。これがあって黒にユニクロ、プレガップ、ナイキ、ユース、レッツゴー。自由時間をもらいましたので、これからは本屋さんをまた行ってちょっと見たい本とかお土産とかちょっと買っていこうと思います。今日めっちゃ寒くてやばい、もう外歩けないから一応室内で遊ぼうと思います。行ってきます。バレンシアガの、いつも着てるバレンシアガのパンが、パンツもそのまま変えるだけなんで。明日も楽しみにしているスケジュールが残ってますので、早く帰ってゆっくり休んで明日も頑張ります。初めて知事氏に出演することになりました。よし、
主婦の24SS ドロップした帽子と羊のパンチが好きなスウェットショーツ、うん、とバッグはルメルです。結構きっとなくなったんですけど、これは友達のキーリングを奪った奪ったキーリング。パンツはフレンディまみれで買ったやつ、5,000円?6,000円?でも最近のお気に入りのパンツと、最近よく履いてるボテガベネタのループブーツです。はい、私はまたボブになりました。またエクステを取って、今はちょっと伸ばしてまたやりたい髪の毛があって、毎回こういうボブに戻ってくるっていうパターンを続いてます。最近は結構寒くなったりとか雨降ったりとかしてて、またこのウールジャケットめっちゃ着てます。ルーのウールジャケットと EOW のリュックと、このなんだっけ、ヒーリングはチョンソのやつ奪いました。中のシャツはザーラ、ポップスはディフリックのブラックアップのショップで買って、これはトゥデイフルのベルトと、これはブレンディマビレのデニム、これも4000円とか。靴下はオラリとロックフィッシュとシヌンのコラボのルーパブーツ、今日は雨の日のコーデかな。あと私のおすすめの傘ハウス、これめっちゃちっちゃい、めっちゃちっちゃいからポケットにも入る、入ってくるぐらい。私はいつも雨の日はこんな感じ。あと傘持つからリュックにしましたっていうコーデです。今日は疲れてます。みんな疲れてない日ある逆に。バイバーイ。戻ります。さよなら。今日のコーデ、メガネは後のオプティカルのメガネです。ジャケットは何だろう。ラピューデジェム。こちらはこの間ポップアップで購入した。これ袖が可愛い感じのジャケット、ちょっとメンズライクでボタンがトップスに入ってるのが気に入り。で、この中のトップスは暗めです。本当はジャンプ室でボディ室で、デニムはノーレス、ブランド名覚えてないですけど呼び方は分かんないけど、そのブランドのやつと、ベルトはザラで、靴はライオンでリガルとコラボのユルを履いてます。こんな感じ。今日は以上です。暑っ、ここ座れない。わっ